おはようございます。おはようございます。あくびから入りましたね。あくび、はい、あくびつっちゃった、まあ、ほとんどあなたたち2人はこうほぼ同時スタートというか YouTube は、はいはい、で同じような登録者数、まあ、8000とか、うん、ありがたい話でね、まだ1年も経ってないのにね、もうちょっとしたら1万いきますっていうところまで来たんですけど、いいでしょうか、どうだろうかあの企画がですね、はい、やっぱしちょっと不慣れなマネージャーが考えてる企画ばかりでして、つきましたでしょうね。なくなっちゃったんだ。完璧につきまして、完どうします、もういいんじゃないですか、やるんだよどうしましょうかね。やるんだよ、続けるんだよ。何の件じゃない、全然大丈夫、大丈夫、大丈夫、今言うな今言う、ありがとう。緊張感持ってください。これは自分たちのチャンネルが存続がかかってるんですから。はい、これいやいや、え、大丈夫、まあでもネオちゃんはね、もっとね、女の子らしい YouTube をっていうね、女の子向けの YouTube やりたいような。いやでもほら見たでしょ、 0.5% の女性、そう、そうなっちゃいますよね。そうなんですよ。ネオちゃんの海外率すごい高いんですよね。高い、高い、すごい。ネオちゃんちゃんとデータ見てますけど、あなたも見れますからね、携帯で確認してください。ご覧もしてますけど、だから企画会議です、今日は。傾向をいろいろ取りまとめまして、やっぱセクシー女優さんらしいですよね。ちょっとセクシーな路線に行くと跳ねやすかったりとか、ご自宅にお伺いするのが跳ねたりとか、なんかちょっと本来の目的とちょっと違うかなと。本来目的あったんですか。本来は清く正しく面白くライフプロモーションで、なるほどね、はい、そのエロの要素はなかったんですけど、うん、あまりにもねそれが簡単にいくもんですから、湧き出してりゃいいんじゃねとか。あ、謎だよね、あれ何なんだろうね。まあそれで知ってもらってるのは全然ウェルカムだ、ぜひ見てくださいと、はい、でも元々がセクシー女優ですからね、そうそうそう、ね、見られてなんぼだとは思ってますけど、ちょっとそこに新たな風穴を開ける企画を作っていきたいなと思っておりまして、自分で考えられないからって十分考えたでしょ企画。もう逆にコメントで欲しいですよね。結構送ってきてくれてたりはすると思うけどね。あ、そうです、ちょっと気使ってる感があります。例えばネオちゃんの可愛い姿をもっと見せてほしいです、あ、何が面白いよってなるんです。じゃあ、ね、さんは面白いことやらせたいですか。やらせたいだけじゃないですか、やらせたい、いやいや言ってる姿を自分が見て楽しみたいだけじゃないですか。一旦視聴者さんの声を従ってみるっていうのもいいんじゃないって、なんか、ね、逆にいいですか。でももしこれでね、ぶらり途中下車の旅とかあったら、うん、やりますよ。どこ行くの。本当に秩父鉄道でも乗りますか。秩父鉄道外はね、行きたいけどね、うん、まあ今ちょっとご時世的にあんまし ね、まあ、できないところもあるんですけども、ね、このスタジオも飽きましたよね。でも飽きてるの西尾さんだけだったでもありがたいことになんかね、他のモデルさんとかね、この業界の方がアライフのスタジオだってこう言ってくれてんだ、言ってくれるようになってまして。そうなんですね、よかったよかった。多分今プロダクション一有名なソファーになってますね。ありがとうございます。例のソファー、途中で買い始めた。そうそう、ちょっとここに来てレギュラーの大型企画入れても、今ライフ TV さんはライフ TV さんでやりますよ。エンタ9593で、レギュラーでやらさせていただきますけど、ここに来てちょっと飛び出したりとかして大型企画やりてえなと思って。無人島ダッシュ島みたいな。それその後の作品が真っ黒になってますよね。なんかあります、この番組見て面白いみたいなとか、これやりたいっていう。もう見てたけど。誰見ます？前はよく、まあ、例えば水たまりボンドさんとか、あのスカイピースさんとか見てたんだけど、そうそうそう見てたけど、
なんか今めっちゃ食べる動画ばっかり見てるの、咀嚼音みたいなやつ。ああ ASMR。そうそうそう。ああ ASMR やってみましょうか。おじさんがASMR やってる動画があって、満腹三太夫さんっていう人なんですけど、その人の動画見ながらご飯食べてたりするときある。おじさんとご飯食べてるの。新しいの。満腹さん見てたらこちらにご連絡いただければ即コラボできますんで、フリー素材なのでいくらでも使っていただければと思います。ねおちゃんあります？何見てるの？コナン君。ああアニメを見る系。そうそう、あとなんかお絵かき YouTuber さん。お絵かきやります？まあ、でもやりましたよね。いやできないですよね、私はね。長編で書いてみます。なんかストーリーが出てくる。都市伝説見たりしますよ。ああ。でもそうですよね、ふたばさん好きですよね。結構私も見るかも。あ、そうそうそう、ふたばさんとか見る。あ、その人は見てないけど、うん、キリンさんとそっち系見ちゃうね。あ、なるほど。まあね、見てる見てる。そうそう、ぜひご連絡ください。そうそう、キリンさんね。キリンさん、キリンでそう。コラボしなくてもいいので、素材うちの写真使ってください。好きなだけ。女の子の写真が必要な時は使ってください。フリー素材。いくら使っても文句は言いませんので、名前だけちょっと入れてもらえれば。ちょっとロマン系、ロマン系、ロマン系、男のロマンというか、ね、まあ秩父に噂があるんですけど。また秩父？あ、ごめんなさい、行きたいわけじゃないですけど。ね、お魚知りたい。日本オオカミがまだ生き残ってるらしいです。絶滅したはずの。そう。マジか。そっとしといてあげようって。進まねえんだよ、それだと話がよ。私、ネオちゃんと男装デートしてる。男と男って、あ、違う違う違う、どっちかが断層してデートする。なるほどね。でも断層ってそんな重要ないでしょ。いや、ね、僕ね、あると思ってます。じゃあ今度ライフプロモーション断層選手権やってみましょうか。断層企画。あ、メイクさんすごい大変ですけどね。え、自メイクじゃないですか。あ、じゃあ自分でどこまで男に近づけるか、うん、やってみましょうか。うん、結構決まった。結構決まりました ね。とりあえず AMSR で日本狼を探すんでいいですか。何言ってるか分からないんですけど。寄ってこないでしょ。じゃあとりあえず AMSR、咀嚼シリーズというか、はい、うちのモデルさんがいろんなものを食べてみる。ああ、でもなんかそれ面白そうですね。はい、もう機材はきっと僕が買うことになるでしょうけど。自腹ですか。はい、自腹でしょうね。でもなんか女の子いっぱい集めてできるんだったら、はい、私あれやりたい、山手線。え？違うよ、なんかね、例えば4人で山手線ゲームするとして、はい、3人はお題知ってて、はい、1人は知らない状態で1個ずつなんて言ってか言ってってあみたいなっていうのがあるんですよ。なんて言えばいいですかね、山手線ゲームしか言いようがない。山手線ゲーム。まあ、今度あのライフTV さんでね、4人集まって山行ってやる企画ありますからね、その時にでも撮ってみましょうか。山手線ゲーム、そこでやんの。山で山手線ゲーム。おー、山つながり、山つながり。おじさん出てるな。山手線って都会のはずなんだけど。あとなんかあります？突拍子もないことでいいですよ。突拍子もないことでいいんですか。いいですよ。じゃああのライフの女優さんたちで、あのジローとか作ってみんななんかこうでっかい。あー、なるほど。どこでやるの？ここニンニクショーのスタジオだよ。いやでもうちの会社基本ニンニクショーします。確かに。あーねー、言われてみればするかもね。誰かが何か必ずなんか、ね、ジロー食ってるから。ニンニクのものか辛いもの誰か。そう、誰か食ってるんですよ。スパイシーな匂いするよね。そう、納豆巻きとかも匂いのものしかしない。納豆巻きお前やろ。臭いも好きだね、結構ね。うちの事務所の人たち。ぜひライフプロモーションにお越しください。面接は癖物が好きな方は。じゃあみんなで鍋二郎ってことですよね。鍋二郎。なあ、もう洗うの俺なんだろうな。じゃあみんなでシリーズ考えます。とりあえず、まあさ、まあ、3人から5人ぐらいの女の子を合わせて
それかあれあります、まあ、うちも新人ちゃんたちが入ってきてるんで、ちょっと新人ちゃんたちに説教します。なんで？ちっくはかわいそうじゃん。じゃあドッキリ仕掛けます。じゃあドッキリ企画ですね。新人ドッキリ企画、はい、いじめます。好きだね。ライフに入ったからには宣伝をみたいな。受けても言われます。ちょっと可愛がり方が違うんだよ。小学生男子が嫌われるタイプの時に乗ったんだよ。あのおじちゃん毎回ヒゲスイスイしてくるから嫌なんだよねっていう感じの。違う、みんなそういうじゃないですか。この間あの A 子ヒゲソレス違いのかもしれない。一回 A 川さんで係ちゃんドッキリしたんですよ、はい、やってたね。係ちゃんが最初ドッキリ仕掛けるっていうドッキリ。なるほどね。で態度が態度が悪いとか、あの項目が何個かあったんで、それをクリアしてもらって、うん、てってれやりましょう。知ってるエイカワさんがバチ切れるっていう。あ、わざと切れる。それかわいそう。めっちゃマジで精細の毛がかわいい。じゃあとりあえず、ASMR ASMR ですね。 ASMR ですね。断層選手権、山手線ゲーム、みんなで食べよう鍋二郎、とドッキリで行きましょうか。ライフ色強くないしね。そう、ごめんなさい、ドッキリって。ごめんなさい、すいません。なんか本人たちがやりたいの聞きたかったんですけど。プール行きたい。ああ、いいですね。プールいいね。大変なんですよ、みんなでプール行っちゃうと。いなくなっちゃう。ほら、つらくなる。僕はあんまり思ってないですけど、やっぱし君らってさ、セクシー女優じゃないですか、それが固まって水着なんざしたら、おおみたいな感じになっちゃう。大変なんですよあれ。そうなの。一度なんかやりましたけど、あの YouTube の曲ではないですけど。どう大変なの。ムラムラーってこう男がカブトムシの樹液のごとく寄ってくるの。寄ってくるんですよ、いちいち。それはたかなきゃいけないんですよ。ちょいって言って、で僕水着じゃないじゃないですか、だからなんか浮いてるしさ。そんなの知らない。じゃあまあまあ借りられる補佐の例のプールです。例のプール、例のプールはもういいですよ。じゃあこの4つプラスなんかコメントで皆さんの必ず1つ採用します。ぜひ。あ、コメントの中から。あ、必ず1つ採用します。だから皆さんこのコンビだと罰ゲームエマちゃんが受けるのか。いじめるの好きだなみんな。喜んでるの。可愛いからですよ。そういうことか。そうですね。目に描いたような嫌がり方するんだろうな。きっとそうでしょうね。戦慄迷宮ぜひ描いていただければと思います。やめてくれ。お化け屋敷だってはもうやめてくれ。すごい取れたかありましたからね。ね、もう私多分戦慄迷宮ったらリタイアすらできないと思う。もう固まっちゃうと思うんだよね。100m4秒で行けるくらいの速さで走り抜けそうじゃない？そうなの。手打ちまで。これね、エンタさんにありますけどね。ネオちゃんね、優しいから手繋いでね、一緒にあげたのに、あの恐怖が近づいてくるとネオちゃんの手を切って自分だけ逃げるからね。でも中ではずっと手握ってなかった。握ってた。中ではずっと握ってた。出た瞬間出てた。そう。なんかもう任せていいやみたいな感じになって、感覚から出てた。もうテレビだ、そういえばこれみたいな。忘れてた。じゃあちょっと今回はダラダラトークでしたけども、はい、3月4月ぐらいから始まった企画だったので、中間報告で、はい、またパワーアップしていきたいと思いますので、はい、今後とも、はい、ライフの女の子ネオあかりと二前はよろしくお願いします。よろしくお願いします。自分たちで言えこれ。よろしくお願いします。早く切るのボタン押さないから。切らないよじゃあ。以上、ネオあかりとふたまゆまでした。バイバーイ。バイバーイ。切らねえよ。切らねえよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。